皆さんまとめにかかりました。健康ときなチーフデモンストレーターの田原栄一です。今日広島県福山市友の浦に撮影に来ました。まあ、このような青い空青い海といったときに思い浮かぶのがやはり PL フィルターの活用ですね。そこで今日は PL フィルターの中でも健康の最新製品ワンタッチ着脱フィルターシステムをご紹介いたします。この健康の新しいワンタッチ着脱フィルターキットはあらかじめレンズのアダプターをレンズに取り付けておいてワンタッチで PL フィルターや ND16 フィルターが取り付けられるといったシステムです。今すでにここにレンズアダプターが付いた状態、レンズの先端がバイオネット形状になっている状態なんですが、ここにセットの ED72CPL とありますが、これは ED デタッチャブルですね。 ED デタッチャブルということで素早く着脱ができる PL フィルターということで、このようにバイオネットでワンタッチで PL フィルターが取り付け取り外しができるというところが便利なところなんですね。例えば船が目の前を通った時に素早く PL フィルターを取り付けてすぐに PL フィルターを回して効果を確認して撮影するといったことができます。まあ、このシステムを使えば PL フィルター ND16 フィルターを素早く着脱できてすぐシャッターチャンスに備えられるといったところが大変便利なんですね。そして PL フィルターに加えてもう1枚入っているのが ND16 フィルターです。まあ、ND16 というと滝の流れといったのをスローシャッター表現という時によく使うフィルターなんですが、今回はここの観光船の流し撮りということでチャレンジをしてみました。 ND16 を使って絞りを調整すると15分の1秒とか8分の1秒といった状態に調整できましたから、それで流し撮りをしますと結構迫力ある写真といった感じになりました。このワンタッチ着脱フィルターキットには専用のケースがついています。このケーストレー式といいますか、こう引っ張ると中身が取り出せるという形状で4つのトレーが入っているといった形で、使ったフィルターをこのように入れて収納できるといった工夫がされています。まあ、もともとフィルターが2枚ですね。ND16 と PL。あとはレンズアダプターを入れてということなんですが、もう一つ入っているのがこのキャップです。PL フィルターも ND フィルターもつけてないときに、ここのバイオネット部分に直接ワンタッチでつけられるというこのメタルキャップが付属でついているということなんですね。この健康のワンタッチ着脱フィルターキット、別売りオプションとして ND4 番、8番、あと ND1000 番、あとプロテクトフィルターといったものも用意されています。まあ、必要に応じて買い足していただくと風景写真、ND フィルター、PL フィルターをすぐつけたり外したりして使いたいといった方におすすめのキットです。ぜひ店頭で触ってみてご検討いただければと思います。